阪急庄内駅、庄内駅周辺庄内は、大阪府豊中市南部に位置する地区。現行行政地名としては、庄内東町、庄内西町、庄内幸町、庄内栄町、庄内宝町など、多くの町域に分かれる。本校では、おおむね同地域に所在した豊島郡、豊野郡庄内村、豊野郡庄内町についても述べる。 大阪市淀川区の北側を流れる神崎川に接し、東を天竺川、西を旧稲川に挟まれた平坦な一帯、三国橋付近を新三国として区別することもある。天竺川は天井川のため高い堤防が設けられている。東部を阪急宝塚線と国道176号が南北に貫き、宝塚線には庄内駅がある。 西部では阪神高速11号池田線。北部では名神高速が抜けるものの、庄内地区内にインターチェンジはない。庄内駅前付近では多くの道が大変狭く、送迎や買い物のための違法駐停車が多く、1.5車線程度しかない道に無理やり割り込んでくる車が後を絶たないため、これまた多い歩行者、自転車とで空間を奪い合っている。 はっとりと隣接する北部はおおむね住宅地。オペラハウスを持つ大阪音楽大学やローズ文化ホールもあり、ややゆったりした雰囲気である。中部は商業地。特に1948年以来の歴史を持つ、宝南市場は野菜、魚介類の安売りで知られ、市内や東隣の水田市、それに兵庫県山ヶ崎市からも買い物客が集まる。周辺部に、 住宅もあるが、北部に比べると小規模な長屋やアパートが密集している。中西部は静かな住宅地。将来の氏神を祀る庄内神社もここに鎮座する。旧来の曲がりくねった街路と建設中の南北道路が入り乱れ、道筋はわかりにくい。南東部は住宅地と工場の混在地。中部と南部の境目付近に豊中市庄内出張所が、 国道176号から少し入ったところに、豊中市立省内図書館がある。愛子の三国駅に、あそこのボーリング女王として登場する新蜜にあるもは、神崎川北詰めにあり、業務案内看板には今なお、板メシ屋の表記が一部残る。南西部は、街路の入り組んだ住宅地、阪急神戸本線が、省内宝町、東高町などと、 小本町、二葉町などを隔てるが、同区間に駅はない。地名は古代から中世の倉橋層という小園名に由来する。倉橋層は東西に分かれ、当地は倉橋東層の否定地とされる。野瀬街道が通る農村地帯で倉橋大根の産地で知られた。庄内駅は阪急宝塚線で唯一戦後に設置された駅である。 1948年の法南市場開設の方が、駅設置よりも早く、市場の賑わいに惹かれて駅ができたような形となっている。駅は、島式ホーム2面4線で、一見主要駅のように見えるが、終日各駅停車しか止まらない。大阪市第三次市域各張に際して、当初は5市5町6村の大阪市編入が検討されたが、結局は、 庄内町や豊中市を除く2町4村の大阪市編入にとどまり、庄内町は豊中市へ編入されることとなった。この前後において、庄内町では豊中市は、大阪市は、現状維持派が対立し、豊中市編入直後には、無効を求める訴訟も起きた。大阪音楽大学ザカレッジ、オペラハウス放南市場本通り商店街とサンパティオ、庄内神社倉橋僧社。 阪急バス本社新密にあるご、ありがとうございます。